ご視聴ありがとうございます。今回はフィギュア開封です。こちらになります。はい、ミートスさんでチェンソーマン早川亜希になります。今回はこちらを開封していきます。よかったら見ていってください。はい、ではですね、まずパッケージから見ていきましょう。こんな感じになってます。ミートスさんのフィギュアなんですが、クリアパッケージではないですね。なんかちょっと珍しい気します。まあでもさすがのミートスさんですね。今回もパッケージめちゃくちゃこだわりを感じます。なんかシルエットとかもあってすごいかっこいいですね。はい、ではですね、開けていきましょう。で、今回ですね、私海外販売分を購入しておりますので、日本販売より少し早く到着したかと思います。不具合があったらアウトのやつですね。ドキドキします。では見ていきましょう。まずは台座は別になってるみたいですね。ちょっとあれなやつです。では本体に行きましょう。いや違いますね。この下ですね。椅子も別になってるみたいです。でそしたら本体ですね。これはとりあえず椅子に乗せちゃいましょう。で、あとはこの刀と鞘ですね。ではまず鞘をですね、背中の接続穴に通します。結構緩いですね。で、刀の方はですね、台座の穴に差し込みます。こんな感じでしょうか。そしたら本体と椅子を台座に設置します。足の型があるんですが、マグネットになってるみたいですね。くっつきます。よし、これで準備完了となります。はい、完成しました。で、今回のフィギュアですね、ちょっと見てお分かりかと思いますが、血ですとか悪魔とか若干グロ要素あるので、まあ、そこまでアップでは映さないと思いますが、苦手な方もいるかと思いますので、そこだけ注意してください。はい、ではですね、まず全体をいろんな方向から見ていきましょう。こんな感じになってます。はい、ということで今回はですね、私の大好きなミートスさんのフィギュアになるんですが、なんと美少女じゃないです、男性キャラですよ。チェンソーマンの早川亜希くんになります。珍しいですよね。で、まあミートスさんも男性キャラちょびっとは出してますが、日本のキャラクターだと本当フェイトのギルくらいじゃないですかね。もうほぼないくらいの感じだと思います。で、そしてチェンソーマンのフィギュアとしても、やっぱりデンジというかチェンソーマン、パワー、マキマさんあたりは結構出始めてますが、アキくんのスケールフィギュアってのも初じゃないですかね。まあ、ミトさん発表も早かったですからね。うん、いやそれにしても面白いところをフィギュア化来ましたよね。まあ私ミートスさんもチェンソーマンも好きなので、うん、これは個人的にはもう本当嬉しいフィギュア化でした。はい、ではですね、お次回して見ていきましょう。で、詳細はこんな感じになっております。で、今回のこのフィギュアですが、まあ一番ベーシックな7分の1スケールになります。で、ポーズに造形にかなりシンプルですし、座ってますのですごいコンパクトなフィギュアにもなってます。まあ、ただ今回ちょっと高いんですよね。定価約3万円くらいとなってます。これまでミートスさんのフィギュアって比較的コスパいい部類だったんですけどね、やっぱり絵師様系フィギュアとアニメゲーム系だとかなり差が出ちゃうんですかね。まあ、海外だとそんなには高くない定価だったみたいなんですけど、うん、日本だとグスマさんが代理店になったりとかいろいろあるんですかね。まあ、ちょっと厳しめな設定にもなってます。まあでも今回ミートスさんの日本アニメ作品のフィギュアとくればさすがに逃せないですよ。うん、しかも男性キャラですからね。で、ほんと毎回フェイスが美しいんですが、今回
男性キャラということでどうですかね。まあそんなわけで、お顔もですが、この後各部も少し詳しめにどんな感じでできてるかっていうのを見ていきたいと思います。はい、ではですね、お次近めにして各部軽く見ていきたいと思います。でまずお顔なんですが、こんな感じになってます。いい感じじゃないですかね。多少の製品っぽさ、血色というか、少し肌色薄めですかね。ちょっと疲れた感じっていうのが増したような気もしますが、とてもかっこよくは仕上がってると思います。で髪の毛がですね、結構予約画像通りグラデーションになってますね。先端に行くにつれて濃いめとなってます。造形もしっかりシャープですね。で衣装になりまして、まずシャツ、これはですね、陰影とかはほぼないっぽいですね。ただシワ造形がくっきりめなので、照明だけでしっかり影がついて見た目はとてもいい感じです。飛び散る血もですね、デコマスほどのリアルさはないですが、しっかり濃さの違いとかも分かりますので、見栄えも問題ないと思います。手とかにも結構ついてるんですが、画像のような乾いた感じっていうほどではないんですよね。はい。で、パンツの方になると、こっちはグラデーションになってるんですよね。結構しっかり入ってます。でやっぱり全体的に多少色味が違うのか、若干ですね、紫っぽさがあるんですよね。でスニーカーを履いてまして、この辺の色分けなんかはとても丁寧にできてるんじゃないかなと思います。はい。で椅子にですね、上着ジャケットをかけてるんですが、こっちもやっぱりグラデーションになっていて、見た目もすごく良くて、でもやっぱりこっちもパンツ同様、多少の紫っぽさは感じました。でこの座ってる椅子、これいいですね。なんかですね、古臭い感じっていう、いい味が出てると思います。塗りとかも結構リアルでした。はい。で武器なんですけど、アキくんって釘じゃなかったでしたっけ？普通のも使ってましたっけ？台座に刺さっている刀っていうのは、普通の刀身でした。はい。で、台座がですね、床と、で、悪魔の、部位が転がってるんですが、これですね、断面とかが見えなく、服で隠れてるんですよね。かなり、グロ控えめな見た目になってました。ちょっとありがたいかもですね。はい。そんな感じになってました。もちろんアキくんすごくかっこよくできてますので、個人的にはもう十分満足なんですが、どうしても色味の違いとか、多少の製品っぽさっていうのはあると思いますので、その辺が気になる人もいるかもとも思っちゃいました。いつものミートスさんの感覚で言えば、多分フィギュア2万円くらいですからね。今回3万もするので、さすがにちょっとコスパ的にも超素晴らしかったとかは言いにくいかもしれないです。でも本当普通にかっこよくはできてると感じました。はい。ではですね、最後にもう少しだけ映して終わりにしたいと思います。いかがでしたでしょうか。ミートスさんということで、製品自体の、品質とかはとてもいいと思うんですけどね。でもやっぱりいつも通り2万ちょいとかその前後くらいだったらなお嬉しかったですかね。ただやっぱり女性フィギュアの方が圧倒的に人気が高いんじゃないかなと思っちゃいました。はい。でミートスさんですね、今回アキくんのフィギュアっていうのが発売になったわけですが、特に別のキャラ発表っていうのはないんですよね。というかアキくん発表されて結局発売までされてしまいまして、その間告知なしですからね。もしかしたらもうこれでチェンソーマンのシリーズっていうのは終わりなのかもしれないですが、個人的にはやっぱりミートスさんの女性チェンソーマンキャラは見たかったなっていう思いもありますかね。ちょっと難しいかもしれませんが、少し期待したいと思います。はい。ではですね、そろそろ終わりにしたいと思います。いかがでしたでしょうか。この動画面白かったらぜひとも高評価ですとかチャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい。では以上になります。今回はミートスさんでチェンソーマン早川アキくんフィギュアの開封動画でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。